宮戸さんが結構ね都市行ってきてから、うん、僕が気になるようになった行動があって、うんうんうん、それをね坂本くんが、うん、ある舞台で言ったんですよ、うん、笑い方なんですけど、うん、急に悪魔みたいな笑い方するんですよって坂本くんが言い出したんですよ、うん、でなんか悪魔が笑うみたいな感じの笑い方をするんで、それをちょっと皆さんになんかそれ気になるかどうかこう知ってもらいたいんですよって話をしだしたんですよ、うんうんうんはい、で僕はでもその時は坂本くんに乗っからずに、うん、乗っかったらこれ怪我すると思ったから、うん、ちょっとそこはちょっとこの男を切って、うん、その悪魔の笑い声知らないやつ知らないふりしてでその周りの先輩からもいやなそんなんないやんみたいな変なふりすんなよみたいな、ミヤちゃんもう何なんそれみたいな、やめてよその僕こんな恥ずかしい思いしただけで終わってもうたやんって言って、全然盛り上がらずにその話終わったんですよ。でも僕は坂本君気持ちは分かるよと、ただ出し方が悪かったしあれじゃ証明できひんねんって僕は思ってたんですよ。でさっき言ってた、うん、このモリモリ天国っていう岩橋さんの軸にしたイベントの、その説明ややこしくなるから抜いてよ、軸にしたイベント の、うん、打ち合わせがあったんですよ。打ち合わせね、一回打ち合わせをみんなでして本番に臨むって結構熱の入ったイベントなんですけど、うん、なんか見てたらミヤちゃんが結構こうね、その楽しいですよ、うん、その多分その打ち合わせが楽しいから入っちゃってて、うん、なんかそのこうほんでしかもね打ち合わせをもうめっちゃ回しちゃってるんですよ。そうなんかもう入っちゃってなんか、それってお客さんお客さんいないですよね。お客さんいないですけどそれおもろいなみたいな、それこれどうすかみたいなもう入っちゃってる、そのこれあれもしかしたら出そうやなと思ったんですよ。これ悪魔出そうですよと思って僕その時に来た来た来たと思って携帯で録音したんですよ。で打ち合わせ中に録音して、でそのもちろん見せないようにピッとして5分ぐらい回してたら5分後に出たんですよ。でもこれゲットしてる、その悪魔の笑い声ポケモンみたいに言うだよ、まあ、ゲットしたこれね本当に撮るのにだいぶね僕はねドキドキしながら5分間僕なんか集中できなかったんですよ。打ち合わせ早く出ろ早く出ろ、もう打ち合わせどうでもいい、そのなんでどうでもいい、なんかそのこうそこで面白いこれどうですかとか言わずに僕は黙ってずっと悪魔の声を10秒後に出るんでね、悪魔があ、いいですね。なんぼでも出てくるやん。なんぼでも無限に。ボリバリオーザーゲットしてんわ。感想や。全員どこですね。これ、これ悪魔。皆さんこれです。って。これが悪魔。ってほら。いやいやほら。悪魔でしょ。違う。これなんですよ。これですよ。確かにこれ聞いてすぐドーンって笑いが起こるタイプじゃないんですけど、やっぱ皆さんの耳にちゃんと悪魔として多分届いてると思うんですよ、うん、こんだけ振ったらドーンと受ける感じでやってよ。いやいやそういうのじゃないんで、何なんそれ、そういうことじゃないんで、ちょっともう一回お願いしますね、すいませんね、もう一回お願いしますよ。何回もいきますよ。モリマネ王座決定戦、あ、いいですね。なんぼでも出てくるやん。なんぼでも無限に。モリマネ王座決定戦は感想やこれ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 なんですよね。悪魔これなんですよ。悪魔を完全捉えた瞬間これやん。